Hello everyone, my name is October Raven and the name of the game is Yakuza Kiwami 2. Don't forget to like, follow, subscribe, and obey. So, do I have to there we go. Okay, so, let's sort of continue where we left off. I was gonna do some grinding, but we got a little more story, I think. Paradise League. So, party people. Mm-hmm. Alright, so you gotta have party specialists. Oh! Not yay. No, not yay. Yeah, こうやってみんなでお酒を飲むのってなんだか新鮮ですね。そうだね。最近は忙しかったからこういう機会もなかったし、じゃあ今日はたくさん飲んで楽しみましょう。そうだね。小雪ちゃん。楽しむのもいいけど、今日は決起しゅ。What's up with this karaoke style? 今回なんだからね。分かってますって。あれ？もう一つ何かありましたよね。おいおい、しっかりしろよ。今日は決起集会と。welcoming party。新人歓迎会だろ。カナが新しく入ってきたんだからな。それと店長としてキリュウさんもね。皆さん、これからよろしくお願いします。じゃあキリュウさんにカナちゃんと戦力が増えましたし、お二人ともよろしくお願いしますね。ああよろしくお願いします。カナちゃんって年いくつ？二十歳です。やっとお酒飲めるようになりまして。あ、私より若い。私21など。あ、じゃあお姉さんですね。お姉さん、初めて言われたかも。いい響き。キリュウさんっておいくつなんですか？俺は38だ。あ、年下なんだ。へえ。ユキ姉さん、妙な気使ってくれなくて大丈夫ですから。分かってないのは本当ですし。I had a chicken once. Kana-chan, って想定盛りにはよく来るの？いえ、この大会で初めて来たんです。新幹線に乗ったのも初めてで、ちょっとテンションが上がっちゃいました。車内販売とかいろいろ買っちゃうよね。Yeah, you do. 私、新幹線って乗ったことないのよ。そうなんですか？じゃあ今度の社員旅行はみんなで新幹線に乗りましょうよ。どこに行くの？東京とか。それもいいわね。経費で落ちないから各自負担になるけど。なんだって？世知辛いです。私、繁華街とかほとんど行ったことないから、ちょっと緊張します。
蒼天堀も初めてなんだもんね。人混みに慣れてないならナンパには気をつけるんだよ。 Yeah, they're dangerous. Yeah, they're dudes. They're dudes. そうだしね。そんなことは。強引なナンパ野郎が来たら。Call me. すぐに俺を呼べ。助けに行くぞ。お、キリュウさん頼もしい。じゃあその時はよろしくお願いします。とは言っても、私ナンパってされたことないんですよね。小雪ちゃん、ナンパされたいの？どうなんだ？いや、全然。ぐいぐいナンパしてくるような男の人とか苦手ですし。でもやっぱり、女としてはナンパされる程度の魅力は欲しいっていうか。そうなんだ。複雑なのね。なるほどね。Truth is a mystery. 俺もよく街でグイグイ来る男どもに声をかけられるが、確かに気持ちのいいもんじゃねえな。キリュウさんのとはまた違う気がしますが。ま、それもそうか。あ、もうこんな時間。縁も竹縄ですね。Let's go next part. じゃあキリュウさん、最後締めてもらってもいいですか？ああ、わかった。みんな、これからも営業頑張ろうな。はい。神崎なんてやっつけてやるんだから。私を手放したことを後悔させてあげますよ。みんな頼もしい。私もオーナーとして頑張らなきゃ。じゃあ最後は一本締めでお開きにするぞ。よー。Yeah, let's do it. It'll be on a B team, but that's okay. Well, mostly my B team. Oh.Somebody say I'm the girl.
There we go. Let's do this. いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、当社員。求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。ここで1分が経過しました。カナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんだな。求めてるように見えますが、I guess pass。店長、さりげなくフォローします。いらっしゃいませ。楽しみです。大体ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。最高だよ。よろしくお願いします。可愛いじゃないか。お願いします。お会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。当社員売上が50万円突破。タオル。ん？
助けを求めてるように見えますが、放射インテンション、失礼します。さりげなくフォローします。ごゆっくりどうぞ。助けを求めてるように見えますが、放射員店長、さりげなくフォローします。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。楽しいよ。あ、damn it。 Okay。マーン、イエス。最後まで油断はできないぞ。お願いします。お会計ですね。絶対また来てください。放射員、売り上げが100万円突破だ。お願いします。ようこそ、また来てください。お会計ですね。放射員店長、さりげなくフォローします。ようこそ、放射員。どうもね。面白いね、君。放射員、フィーバータイムだ。おっと、いかにもお金持ちな方がご来店。行くぜ、パーティーはこれからだ。申し訳ありませんでした。 Wrong kind of X。 ここでタイムアップだ。 Wrong kind of X。I can have dates with them, but another time. It's time for action. Almost time for action.
Ooh. XP Mon. Go sell that. Okay, new stuff. Ah, damn it, I can't afford all these. Buy.
Yeah, I'll keep the gloves. いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。There we go.ありがとうございました。たく、時間食っちまった。なんだよ。誰に喧嘩売ったか分かってんだろうな、これ。やってめえ。おい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 。Boom. しばらく寝てろ。どちらまで行かれますか? Yep, let's do it. それでは出発いたします。合流会がクーデターを。合田龍二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか。間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。進藤、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。 No。 どういうことだ。うちの赤い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ
登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ、一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外、腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか。それならいい。失礼します。All right. Ah. It's possible. Warehouse. Yeah. Hey. Let's take a look. Is it outside? Bull statue. What? Yep. Nani? See that now? なんという味だ。Another katana.
try the equipment box. What's going on here? He was only for chairman for one day. Looks like my bitrate's being wonky. Go.
おい。何？いや。All right. No new adventures to find. Huh? Yeah. Ah. Oh, but I haven't gone a while. いらっしゃいませ。ありがとうございました。帰ったぞ。おい、どこにいるんだ。どこ行ったんだ。ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して。関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なのか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。おう、買い物ありがとうね。登場界の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。
ハーレの身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があるか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていてなぜカムロ町に連れてきたの？登場会と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ？カオルは登場会のせいで不幸になったってね。登場会のせいで？あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか？ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場会に殺されたと思っているのか？これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。ね、she does have a point. うん？Ah, side quests. Well, it's just the one. Boy. Oh.Aha!
Sounds like a plan. Well, let's do, Boom! Oh! Oh! しばらく寝てろ。行きましょう。Wrong way.Failed. That's some bullshit.行きましょう。I forgot all about my lemonades.
しばらく寝てろ。行きましょう。Damn, two silver plates I completely missed. Alright. どちらまで行かれますか？それでは。行きましょう。Going to the pawn shop.いらっしゃいませ。ありがとうございました。Sorry. そんなに急がなくてもいいのに。やっと来た。ここなの？俺も初めは信じられなかった。一年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ久しぶりですね、キリンさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。地下にこんな街があるなんて。
Yep. 驚くのはまだ早い。Probably still be around. It is pretty cool. Alright, let me just blow my nose real quick and I'll be right back. Okay, back. Yeah. Boy. Hi. Kiryu da.誰かいるのか。いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩気になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけど、キリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。この町はトメーン。何この人。元登場会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。一年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。この好きこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山かおりです。よろしく。府警四課。姉ちゃんデカなんか。キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしたんた、ここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が。花屋。ああ、1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋。元警官のおっさんや。なんや、情報を渡す時に花束使うてたらそないな名前になってもうたらしい。花屋はどうしてるんだ。
表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけでサイの瓦は機能せんようになったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が、あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺の本間の狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。登場会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんのよ。桐生ちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや、キルちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないや。頼む、真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか。トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい。おう。ん？Okay, go to Kamaki first, alright. I'll do that. Yeah, I'll do that now. Boom. Okay, cool.
Let us... go to Komaki then. Children's Park. Fuck it. What the hell? Wow. Ow! Something's hitting my sinus is like a fucking brick wall. Take some Benadryl. Whoa. That was just out of nowhere. Sorry about that, folks. Oh, wow. I need to blow my nose again. That was weird. Okay. All right, you the boxer? Yeah, buddy, this is not gonna be a fair fight.
let's go back to Komaki. I'll just drive straight to the Champion District. Oh! Jerseys. Komaki's got stuff for me, so let's do it. Oi. Oh. Yep. Yeah.
Yep, there's another. Up, oh, there's another.
Boom! Ah, I got another one, Ned. Okay, so... Let's see, completion list. Cafe Ops. We get here, yes it is. Ugh!
間食っちまった。Yep, next door. いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さあ、行くか。ありがとうございました。Okay, next up. どちらまで行かれるの？それでは。We'll deal with, Majima later. Okay, now these businesses want my business. This one does, I know that. Oh. Ooh, I'm low on funds. Where? Art of punt. しばらく寝てろ。Oh, there it is. All right.
Oop. Where? Oh, I see it. Alright, let's do these dates, and then that'll probably be it. Yep. こういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか。多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。キリュウさん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。I'll find the culprits. 安心しろ。俺が犯人を探してやる。本当ですか？ありがとうございます。さすがキリュウさん、頼もしいです。でもどうやって探すんですか。私昨晩はぐっすりだったので何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え、キリュウさん何か勘違いしてませんか。ん、勘違いだと。あれ、私、自分のパンツって言いましたっけ。なくなったのは、私のおばあちゃんのですよ。なんだと。昨日、うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて、外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、キリュウさん、なんか元気なくなりました。いや、そんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。The world has its creeps. 世の中には物好きもいるから、小雪なんずのパンツが欲しい変態もいるかもしれない。 I don't say it like that. 小雪なんず。 No, I didn't know you. そこまで言わなくてもいいじゃないですか。でも確かにそうですね。もうちょっと女性として自覚を持った方がいいのかな。ああ、その方がいい。お前のパンツには価値があるんだってことを。 Don't say it like that, Kiryu. はあ、褒められてるのはなんだかよくわかりませんが、ありがとうございます。Crap. そうだ、キリュウさん。もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ。キリュウさんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。エッチ means pervert.お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね。ユキへのプレゼントか。
そうだな。ブランディングバッグ。ブランドのバッグとかはどうだ。女性ならみんな喜ぶと思うが。なるほど、確かに使えるものですしね。でもブランドものだと結構な値段しますよね。まあそうかな。私学費とかいろいろ払ってるからそんなにお金ないし。ちら？ん？誰かカンパしてくれる人はいないかしら。ちら？俺はカンパはしないぞ。いいじゃないですか店長、ユキさんの笑顔のためですよ。カンパ、カンパ。やはり安いもんにしよう。ああ寄せ書きなんかどうだ。寄せ書きか、なるほど、確かにいいかもしれませんね。ユキさん喜びそう。ああユキのことだ、号泣間違いなしだな。そうですね、涙で濡れたユキさんのご尊が。ああ楽しみだな、写真に撮らないと。ほどほどにしておけよ。しかし小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい大好きです。でもそれと同じくらい今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にしてキャストみんなで一丸となって頑張れる、それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな、ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか、そう言ってもらえると店長冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったらきっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい、キリュウさんも私にとって大切な人。俺も同じ気持ちだぜ小雪。キリュウさんも。ああ、俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして、それとも一人の女性として。さあどっちだろうな。だが確かなのはそれくらいお前は魅力的で俺にとって大事なやつだってことだ。だからこれからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっと桐生さんのそばにいさせてください。私今まで以上に頑張りますから。ああ楽しみにしている。Damn it. All right. How about you?Yes. ここのお寿司、どれもこれも美味しいですね。箸が止まりませんよ。おいおい、そんなに食べて大丈夫なのか？大丈夫です。
実は私、特技は大食いなんです。これくらいなら朝飯前ですよ。そうなのか、意外だな。だから今日は桐生さんも一緒にガンガン食べましょうね。アロゼリーディ。俺も大食いだったら負けねえぜ。そうなんですか。わあ、よかった。すごく嬉しいです。大食いだと友達とご飯食べるときとかいろいろと気を使うんですよね。割り勘できないし、友達に合わせて少しだけしか食べないこともあるし。確かにわかる気がするな。だから大食いの友達ができたらいいなってずっと思ってたんです。桐生さん、大食い友達になってください。お安い御用だ。さあ、じゃあどちらがより大食いか勝負だな。はい、望むところです。じゃあ早速大トロ50貫ください。いやー、しかしまさかカナが大食いだとはな。だがそれにしてはスタイルはいいんだな。あまり太らない体質なんですよ。それと運動も一応昔からずっとやってるんで。ほう、何をやってるんだ。最近はジム通いですね。あと高校生まではバレーボールやってましたよ。すごいな。カナは背が高くないし、バレーボールは大変だったんじゃないのか。そうですね、最初は苦労しましたけど、でも最終的にはキャプテンにまでなれたんです。おお、カナがキャプテンになれたということは。You must work hard. かなり努力したんじゃないのか。どうでしょう。でもチームで一番練習をしていた自信はありますね。負けず嫌いなので。もしかしたらそれを見ていてくれたからみんながキャプテンに推薦してくれたのかもしれません。きっとそうさ。一生懸命頑張って背中で語る、カナらしいな。そうですか。でもそう言ってもらえると嬉しいです。 There we go。 校社員でもそんな風にみんなを引っ張れる存在になれたらいいな。ああ、カナならきっとできるさ。しかし話を聞いていると、カナは昔から真面目に努力するタイプだったんだな。ええ、そうなんですかね。まあ負けず嫌いですし、やると決めたらきちんとやりたいとは思いますね。だから前の店でも短期間でナンバーワンを取れたのかもしれないぜ。でも私なんてまだまだですよ。話術も技術も中途半端。もっと上を目指したいんですけどね。桐生さん、どうすればもっとすごいキャバ嬢になれると思います。Keep working hard. 真面目に努力を続けることが一番。一流のキャバ嬢の中に努力しなかった奴はいない。努力の仕方は大事だが、俺の目から見てもカナはどんどん成長してる。心配せずに今のまま真面目に突き進めばいいと思うぜ。キリュウさん、ありがとうございます。ちゃんと見ていてくれて嬉しいです。やっぱり真面目な努力に勝るものはないですよね。これからも根性を出して忍耐しつつ頑張ります。スポコンな感じになりつつあるが、それでいいと思う。応援してるぜ。しかし以前に比べてだいぶ表情が明るくなったな。放射員には馴染めたか。はい、ユキさんも小雪ちゃんもいろいろフォローしてくれるし、すごく楽しくやれています。私の欲しかったものが放射員にはあるって小雪ちゃんが言ってたけど本当でした。やっぱり仲間がいるって幸せなことですね。前の職場では私浮いちゃってたから。
どうしてそうなってしまったんだ。多分私が目立ちすぎたんだと思います。あまり本気でキャバ嬢やってる人がいない店だったので、頑張れば頑張るほど温度差ができちゃって、神崎さんからお気に入りにしていただいてからはさらに壁ができて、もう自分でもどうしていいのかわからなくなってしまったんです。 You'll never feel alone again。 安心しろ、うちに入ったからにはもうお前を一人にはしない。いくらでも目立ってくれ。俺たちはお前の頑張りを受け止めるぜ。キリュウさん、ありがとうございます。本当に放射院に入ってよかったな。私一生懸命頑張ります。キャバ嬢になったからには一流のキャバ嬢になってみせますよ。キリュウさん、楽しみにしててくださいね。ああ、もちろん。Okay. Boom, 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 boom. Alright, so see what I could stream. I'll do a little more of this to gain more money on the meantime. But until then, I could stream because I gotta go get dinner. Okay. Blinding a forest. A small, heavy spider looks betrayed by the friend. And that's going to be all for now. Maybe I'll play some later. We'll see. Until then.